まりましたね。あら、もう成長見て盗んだね、今ね。もう成長、ちょっとシングル目指す上で、はい、球を打たなくても上手くなるんだよって僕は思い。そしてもう一個大事なことが今回テーマで、はい、前傾をキープして動かす方法、これはボールに正しくクラブのヘッドを導くためのいわゆるスイング、振り方の根本的な動きになります。ちょっと分かりやすく一緒にですね、クラブを肩に担いでいきましょう。はい、で前傾をこう行って膝を少し曲げます。これゴルフのこう構えで腕がまあないバージョンです。はい、でゴルフのスイングはまず右にひねる、はい、OK です。この時、まあ、頭があまり動かないように、頭の向きも位置も変わらないようにひねっていくと、まあ、ちょっとこのお腹、右脇腹のあたりだったり、右のこのハムストリングからお尻かけて張りが来たら OK です。はい、でここから見た目としてはやっぱり回転していきますよね。左にこうスイッチする、左にスイッチ。あ、さすがやっぱり藤森さんはやられてるだけあって、ちょっとトビちゃんと違うんです。やめてください、その顔みたいだよ。ちょっとやってもらっていいですか。はい、あ、じゃあトビちゃんやってもらっていいですか。わかりました。お、変わりましたね。あら、もう成長ですか。見て盗んだね、今ね。もう成長。今何が違ったかっていうと、はい、トビちゃんの場合はこの右向いてから左向くときにちょっと起き上がっちゃったんです。肩が出てます。で、さっき言った前傾キープするっていう言ったじゃないですか。これゴルフのスイングはただ回転するだけじゃダメっていう、これ難しいんです。右向いてただ回転しようとすると結局こうレベルに動きやすい、まあ、起き上がりやすいんですね。で、これをしっかり前傾をキープするっていうのは、今この斜めになってますよね。クラブは肩に当てたクラブがこう斜めになってます。左手にこの今グリップがあるとすると、ここに次は右手のヘッドが来ないといけない。そうです。あ、なるほど。これが前傾をキープする、まあ、できている一つの目安なんですけど、具体的にどこがどう動いてるかっていうと、膝、腰、肩、もう一回バックスイングしてみましょう、一緒に。はい、OK です。ちょっとしんどいですけどね、これ止まっといてくださいね。これ今最初に比べてどうなったかというと、左肩、左腰、左の膝が右側に対してちょっと低くなります。若干低くなる。はい、そうです。こうやって膝にクラブを当ててみると、右膝の方がちょっとだけ高くなってます、はい、じゃあこれ膝にクラブ当てたまま、トビちゃんもちょっとこうやってやってみてください。そう、バックスイングってこういう風に足が動くってことなんですね、一緒に。で、切り返し、次は右膝の方がちょっと低くなってきます。これ結構苦しい形です。 OK、 そう、これがね、前傾をキープするってことです。膝、腰、肩、このまず左サイドは若干下がっていく、そして入れ替わるときに上がりやすいんです。はあ、でもそれは結構ラウンドに出たりするとやっぱりあります。そうですね、はい、当てたくなっちゃう。そうなんです、当てたいという気持ちがそうさせるんですけど、はい、しっかりこの下半身、腰、こちらを意識していただいて、左膝が少し下がって、左腰が結果的に下がっていて、そして、左に向き返すときには、次はわずかではありますけど右膝が下がってきて、右腰も左腰よりも少し下がってくる。この入れ替えができると気づいたらヘッドの位置が元に戻ってくるっていうナイスショットにつながってきます。なるほど。この辺の構えと、これはどのクラブでも共通の動きです。今やってもらった前傾をキープするといいよっていう、で最初のトビちゃんが動いたこの起き上がっちゃう動き、これ基本的にほとんどの人がこうなると思ってください。はい、もう一般的な、方はですね、もうこの動きになって100人に1人ぐらい勝手に前傾キープできる方っているんですけど、これは例えば野球経験者とか、もうこうそれこそアスリートの方みたいな、もう普通の方は絶対伸び上がっちゃうんで、伸び上がるとどうなるかっていうと、もうどんどん腕を伸ばさないと当たらないっていうスイングになってきて、はい、もう伸び上がりがどんどん助長されてっちゃうんですね。なので最初の練習で、この後ちょっと別の回で練習方法もやりますけど、はい、前傾キープ、これすごい大事です。
で気づくと楽しようと思うと前傾起き上がってきて間違ったスイング覚えてきちゃうので、まず今日のテーマとしてはこの正しい握りとさっきの構える前傾の姿勢ですね。でここから打っていくにつれて前傾を必ずキープして動かしていく、ここはまず忘れないでいただきたいポイントです。はい、この3つの情報量だけでもだいぶお腹いっぱいだと思うんですけど、はい、大丈夫そうですか？覚えた後じゃん、まあ、ここまで、まあとりあえず頭は大丈夫、はい、なので、はい、これからゴルフ始めようと思っている方は、はい、お家でまず1週間くらいもボール打たなくていいので、はい、もうこういうこれだけ練習とか体に染み付けるクラブっぽいものを握ってれば大丈夫です。ゴルフクラブじゃなくて全然いいので。なるほど。マッキーとかでもいいですよ。あ、もうマジックとかでもいいので、あれをこう握る練習してさっき言ったこう基本の形を確認しながらもうこうシャドウでやっていく、ね、鏡とか見ながら前傾キープできてるかなとか、はい、まず体の動きを覚えてからもう一回球を打つっていう、そこにスタートしていった方が本当にその後の上達の仕方が変わってくる、うん、これはもう私も実証済みですので。いやこれはね初心者じゃなくてもめちゃめちゃためになるレッスンでしたね。なので全然違った自分が思ってたこと。そうですよね、はい、これからちょっとシングル目指す上で、はい、球を打たなくても上手くなるんだよっていうことは覚えておいてください。かー深い、はい、これは深い。前回も言ったんですけど球打てば打つほど今の藤森さんがどんどんこうより固まっていっちゃうだけなんです。そういうことですよね。そうなんです。やっぱり何かを変えるっていうのは、はい、まず球を打たないところから結構ねポイントがありますので。耳が痛いです本当にこれは。もう全て受け止めたいと思います。ということで今回はちょっとこう基本のキーということで、次回はちょっと球を打つ練習方法についていっちゃいますか。やっていきますので。わかりました。これをちょっと元にやっていきます。はい、覚えておいてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、 やっぱ握りとかその基本動作前傾姿勢どうとかってみんなすっ飛ばしてるんですよ。やっぱりねこうレッスン受けてない人ってもうゴルフ練習場行ってとにかく球打ちたいんですよ。だからもう当たるまでやるから、でその中で自分が当たるフォームを勝手に見つけて勝手にそれをこう体に染み込ませちゃう。これが一番アマチュアゴルファーの陥りやすいね、もうドツボなんですよね。あとから上達しようと思っても、はい、結構それじゃもう上達しないっていうところになっちゃうんですよね。抜けないんですよ。だから本当に始めるならマジでレッスンした方がいいって俺今始める人みんなに言ってますもん。こうなるぞと、うんね、そう。でも藤森さんはまだ遅くないんで。まだ遅くない。今気づいたっていうのはまだ諦めない。早いです。はい、はい、ちょっとまだ分かんない。球打ってないですか？まだ分かんない。でもなんとなくこう今日教わったことを家でもできるから、これ反復練習してやるというのが大事ですね。そうなんですよ。だから始めてもらう上でゴルフの楽しさを伝えたいので、実際やっぱり球打ってもらわないと楽しくないじゃないですか。で遠くに飛んだら気持ちいいんで、うん、そこは当然やらせてあげるんですけど、そこばっかりやらせておくと、こういざねやっぱりこう上手くなりたいってなった時に間違った形を覚えちゃうんで、なるほど、はい、まあ、今後のとびちゃんのための基本レッスンということで、はい、はい、ありがとうございます。今日は基本レッスンでしたが、ポイントはですね、まずは、ゴルフクラブは握らない、はい、うん、そこから始める。そして、腕の一体感を保つコツ、これもありましたね、うん、左腕はちょっと押す、押す、はい、右手は引くという、はい、これも俺全然知らなかったですけど、でも確かに安定する。安定します。一体感、はい、そして最後はこの前傾姿勢のキープ、これちょっと苦戦してたね、はい、骨盤からグッとこう下げるようなね、こういう動き。だからもうこれを本当に球打たずに1週間ぐらいやった方がいいと、始める人は。そうですね、それでチェックしてもらって、はい、いい形になったねってなった後にボールをねちょっと打っていく方がより上達していくと思います。これはかなりね、いいレッスンだ。ありがとうございます。さあ、このチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラのご紹介をさせていただきます。楽天ゴーラゴルフ練習場検索というものがございまして、楽天ゴーラ国内最大規模のゴルフ練習場検索サービスがございます。ご自宅から近い打ち放題がある
練習場の広さや料金などお好みの条件から簡単に練習場を探すことができます。地図での検索も可能です。皆さんぜひ利用してみてください。では皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、さようなら。